い、なんだあれは。何か空から降ってくる。こんな死に方嫌だっちゃだよ。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。エース、やっと会えた。おい、あれ、まさかクロコダイル。それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。どけたしぎ。あの字って回廊石が入ってんだ。やろう。お前は俺が始末する。そなたは必ず生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。え、ハンコック。おめえってやつは。ありがとう。鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ。気にせず先を急ぐのじゃ、ルフィ。ありがとう。行かせねえぞ、麦わら。パフュームフェブル。不届き者、控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようとも、わらわは許される。悪いが赤髪、この力、慎みはせんぞ。鷹の目。さあ、運命よ。あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいは、この黒刀からどう逃がす。杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。ゴムゴムのジャッジ代わり。って、何しとんだこら、麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。ゴムゴムの身代わり。やめたば。ババスカード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいません、おやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員アンテナ第4がある。
白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いねこの若さ。じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の、世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ岩ちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら俺は後で死にたくなる。
今、戦う力を俺にくれ。だからバタアシはバナータに死ねるじゃん。ドラゴンに合わせる顔面がねえつってんのに、このバキャベルメイン。分かったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、ニセクマ！ボアハンコック七部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止、味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また、名前を。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ、白ひげ。やれ、エーサー。見ろ、白ひげ。やめろー。のは、覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。一大事よ、麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの、キャブル。ヒーハー。白ひげのお金がなんだか知らねえけど、お前がここに来た理由は初めから一つだ。余計だ、麦わらボーイ。高の目だ。クロコダイル、今虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな、高の目。ルフィ、お前。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船、巨大化を。何が起きた？エースはまだ死んでいないぞ。撃てや、処刑台ごと吹き飛ばせ。危険は生身だ、生きちゃいない。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしやがって。エース！危険のエースが解放された。やったぞ、麦わら。エースを奪い返したら。引き抜くな、ルフィ。おう、しましょう。エースさん、ルフィ君。
戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだと。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぜ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック。強肩。エースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者。取り消せよ今の言葉。エース。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。エースが焼かれた。エース。おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。
嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。セメイブは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部大岡七部会。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる。なんて力だ、まさに伝説の怪物。おいおい、眩しいじゃねえか。大将の攻撃を防いだ。なんだ、青い炎をまとってるぞ。いきなりキングは取れねえだろうよ。一番隊隊長マルコ。怖いねえ白ひげ海賊団。この戦争で麦わらのやつなんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねえぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おうともやらいでか。とは言ってもこのイカれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻を誰が赤っ腹じゃ。くらー、白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される。終わりだ、逃げるしかねえ。どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍を潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。まあ本気出せばな。マジっすか、鳥肌鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよい。赤っ鼻はともかく後ろの囚人たちは結構な弾だ。敵に回すと面倒くせえ。
閉まらんが、始めろ若犬。流星火山。俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。ダメか、振動は来らねえな、どうも。おやじ先。ああ。ダイヤモンドジョズ。この島が持たんわい。守ってみろ。くそったれ。夜と死なみは超えられんか、白ひげ。弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。いいし。じゃねえな、あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜはははは、望むところだ。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。はあ？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日か、その数百年分の歴史をすべて背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来るその世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。
誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に267太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。まだ息はありそうじゃない。やめろ、これ以上は。つまらん時間稼ぎはよせ、人兵。元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。裏切り者への制裁も必要なようじゃの。人兵捨てろ。マルコ隊長。鬱陶しいの、吐き使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。次こそお前じゃ、麦わら。こいつの命はやらねえ。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない。わしが逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に代えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。踊れ、人の心配しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したかの。心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るんか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。
まるでバカじゃないですか。ああ誰じゃ貴様、数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。だけど僕は言ったんだ、言いたいことを。悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今、世界の運命を大きく変えた。え、俺は、あの船。なんでここに、四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。エース、おめえ、俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段はもうすべて計画してある。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。まず手始めに、この先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ、なんだと。つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。そして当然俺もおめえの仲間にゃ。ならねえ。見ろ、闇の前では全て無力。おめえの強さをもってしてもな。しかしますます惜しい力だ。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味がねえだろ。俺は決して人生に悔いは残さない。分かったか、バカ。生きてなんぼのこの世界、全く残念だ、エース。闇に死ね。大宴会炎帝。せはははは、太陽か闇か、勝者は一人だ。俺は白ひげを王にする。グランドライン、バナロ島の決闘。この二人の海賊の争いは、後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる。Thank you.